はですね、P ならば Q で、はい、もうすでに候補に直ったんですね。これは何なんですか。これこのこと何て言ったんですか。漢字2文字。そう、命題ですよね。命題です。命の題と書きます。で、なんでこれが命題というのかが意味不明ですよね。なんでこういう言葉が使われたか知りませんが、命題で P ならば Q というふうなことで、これが正しいか間違い、正しいか間違いかというのを調べます。で、もうあまりそういう難しいことをせずに、こうしましょう。P は、そうですね、何がいいでしょう。もうすぐ最初の関わりが難しいんですが、じゃああなたは、小学生だったんですよね。じゃあこうしましょう。中学生ですね、今。したらここはもう嫌ですけど、大堀中生であるならば小卒だ。小卒の資格を持つ。これは正しいでしょうか。大堀中生なら小卒の資格を持ってる。正しいでしょうか。正しいでしょう。君に大堀先生に聞きましょう。疑問ですか。どっち。正しいっていうか、まあ彼女が疑問に思っているのは、多分 それに値しない大堀先生もいるのかもしれません。ひょっとしたら幼稚って。だけど基本的に大堀中生であれば全員小学卒資格を持ってます。全員持ってますでしょ。だからこれは正しいです。でこのことを真と言います。まこと真、正しいと言います。すみませんね、習った人はごめんなさい、簡単ですけど、布施君とか周囲さん初めてですね。 P ならば Q であるって言って、大堀中生が小卒の資格を持つ、これは正しいです。なぜか全員持ってるから、全員、この資格を十分持ってるんです。すみません、漢字分かんないんですけどね。要するにこの資格を誰一人とも例外なく持ってるんです。さっき言ってもなんか怪しい人もいるかもしれません。ひょっとしたら偶数の計算ができないとかね、まあ分かんないよ。だけどともかく大堀中生が小数の資格を全員持ってますんで、これを真と言います。でこれを P は Q の十分条件というふうに言います。でこれは意味不明なんですけど、これ集合にします。世の中小卒の人の中に早稲田佐賀に行く人もいるし、布施に行く人もいるけど、大堀の人があります。こうなります。でこうなると、内側に今主語は P です。 P ならばですから、主語が P の時、主体が P の時、 P がその Q の中に全部含まれてたら十分条件と言います。で、習いました。忘れてます？これでいいですね。はい。で、次ですね。そしたらこうしましょう。P ならば Q で。さっきのでもいいんですけど、2弦が等しい三角形。で、これは正三角形。そしたら、こっちの方が分かりやすいでしょう。2辺が等しい三角形な正三角形ですか？違いますよね。だから、P は全員で失礼ですけど、Q になれません。によって、これは偽りです。偽です。まあ、さっきと同じパターンですけどね。偽です。いいですね。布施君分かる？で、だけど、バット、Q になるには、P は必要でございます。そうでしょ？正三角形になるためには、まず2辺が等しくない、等しいとこをクリアしないとダメでしょ？でしょ？よって、ここで、P は Q の必要条件と言います。まあ、さっきのも一緒ですけどね。で、集合で書くとこうなります。2辺が等しい三角形の中に正三角形があるという。今集合は P ですからね。こうなります。これいいですか？大丈夫？後ろの布施君の2人は学校習ったこれ。わかるね。
福岡県のある公立高校ではこれをこうなろうそうです。ここにこういうのをつけます。はい、佐賀ではこれは何だと思います？わかんないよね。フライパンです。でフライパンで目玉焼きを焼いています。で今主語は P ですよね。こっちはで目玉焼きを焼いたら何て落としますか？何て出す？何て出します？勘でいいんですよ。10というふうに音がします。よって十分条件だというふうに教えるそうです。だからひょっとしたら習慣はそうなるかもしれません。公立高校の先生なんでどこの学校とは言いませんけど、そうなんです。でこれはどうですね。フライパンで目玉焼きをやります。今主語は P です。外にあった時ね、目玉焼きを焼く時フライパンはよって必要条件というふうになるそうです。いいですね。大声はどうなりました？別にいいですけど、あ、どういうのあった？とりあえず、こんなにもあった。あ、そう、フライパンとかどうでもいいけど、なった。主語が内側に来たら十分で、外側に来たら必要だった。なった。どういうふうになった？俺、それ聞きたい。矢印、あ、ダメです。やめてください。絶対やめてください。頭おかしくなります。それ、センターで点数を落とします。っていうのはね、これ、非常に間抜けに見えますね。だけど、実はこれが一番数学的に正しいです。いい？なんでかというとね、今この矢印とかなんかわからないこと言うけど、習ったら矢印になるんですけど、不説の妄想矢印やった。あ、実はね、ワープロっていうのがこういうの書けるわけ。円とかこういうの分かるよ。絵だから、グラフィックだから。だからワープロだから打ち込んでいくから、字だから矢印になるわけ。だけど本当は数学的にはこう書くんよ。これで必要十分条件を考えないと。分かる？そうなってる。だから、この赤いのは書かなくてもいいけど、これ書いたら OK です。丸になります。だから、大堀は矢印で習ったから、多分矢印になったら混乱をきたします。絶対こっちの方がいいです。そうでしょ？分かりやすいでしょ？大堀中世やったら、小説の資格を持ってる。小説を持ってる中に大堀中がいるわけでしょ？内側になれば、確かに資格は十分持ってるじゃない。で、十分です。二辺が等しい三角形、二辺が等しい三角形の中に正三角形があるわけでしょ。そしたらその二辺が P ならば Q であるけど、二辺が等しい三角形全部正三角形になれないから奇です。だけど正三角形になるためには二辺が等しい必要があります。だから必要です。P は Q。 いいですね。そしたらちょっとこれを黒板があと2種類あります。でちょっとこれを書いてください。 P ならば Q。ですね、次はですね、ああこれですね、三辺が等しい三角形は三つの角が等しいと三角形。はい、じゃあ布施君、これは正しいですか？正しいです。なぜ？OK、さすが。で、これはですね、両方とも正三角形、同じです。で、この時何というかというと、こういうマークを使ったっていうのは習いましたか？布施君。習った？習った？これ、合同のマークだよね。で、同値、合同、どちらでもいいんですけど、同値っていう意味です。同じ値です。で、これを別にこうとも書きます。P と Q がこう。同じ形、この日本イコール矢印ということを使うんですけど、まあでもここではこれを使います。だからこれはどうなるかというと、まあこれは消しといてもいいです。P と Q が同じになります。で、これをどういうかというと、必要十分条件と言います。で、これはもちろん真です。まこと真です。こうなります。シュウさん大丈夫ですか？わかりました。はい、同じものはこうなります。で、次ですね、最後 P なのか Q、そしたらですね、こうしよう。不摂生ならば、ああそうか、これで言っていいのかな。
なかった。あー、こうか。ごめんなさい。国立生、国立大生だになる。これですけど、これはどうなるでしょう。季節君、正しくないよね。これはまず議だよね。まずで、ちょっとこれですね、こうでした、こうなりますね。そうですね。だから不摂卒の中に国立行く人も行かない人もいますと。で、国立生の中には不摂もいれば他の学校も早稲田もいますと。こうなります。で、これはどうなるかというと、必要条件でも十分条件でもないのです。こうフライパンの形にならないやつね。で、これはいつも言うまでもなく義です。やっぱり、ね、集合書いた方が分かりやすいです。要するに不摂卒っていうのがこうあった。だからその結局こうやってフライパンになりそうになってるね。これがもう義です。分かりました。大丈夫ですね。だからこれは必要条件でも十分条件でもないです。だから4パターンあるってことですね。全部で疑問あります。ということで、今からじゃあ何題か解いてもらいましょう。